はい、半間岩尾先生です。ああ、いい朝ですね。新しいね、一つの、投資方法のあれですね、家ですねができましたね。 RSI 家というやつですね。単純 RSI 家、これで投資しようと思ってます。まずね、で、1年間で68回投資してね、ドローダウンが多いんだな、これな、68回、そうか、そうか、ドローダウンが大きいね。これ1年間の分析中ですね。ね。分析中で。まだ分析はこんなあるんですよね。私の開発した RSIEA ってやつですね。買い売られすぎというね、そこを見てですね。ここ、まず、リミットね。リミット値。利益金ね。それで、ね、周期ですね。RSI の9、22、39、25、10。これ RSI の上下ですね。70% と 30% っていうんですね。これね。一つで表して。で、サイクルですね。これいいんだけど、こんなにドローダウンが出てるんだよね。5倍も出てるの。稼ぎ、これはちょっとダメだねっていうやつですね。ドローダウンが一番少ないのでこうですよ。ドローダウンの方がね、少なくないといけない利益とかね、2倍以上じゃないといけない、ね、通常。買い高なんですけどね、この家ね、1年間の分析データこれなんですね。このとここれね、ちょっと見ときましょう。これが出てきますね。
まだまだ全然分析終わってないってですね。
大体これがいいみたいですね。ここんとこがこれがいいのが出てる。 1年間でね、25回で利益が115ドル、25回やって470ユニット。なるほどね。これちょっとコピーしようかな。うん、これはいいね。どんどん出てきます。なんかね、また来たね。また来たね。これがね、今来たね。なるほどね。これもいいことでね。でこれでね、1年間で見て分析してね、3年間で通用してるか
3年間で通用するか5年間で通用するかですね。さてと、私はね、このパンをね、ちょっと、カレーがあるんだな。ちょっとカレーを食べるかな。ちょっとコピーして。結構いいですね、この家はね。最高ですね、私の家ね。いい家はいいですね。縫製時間に約3日かかりますね。あのね、これはね、RSI を使った一目均衡表なんですね。私の考えた、発明した RSI の一目均衡表、ね、雲がかかったところを RSI で見つけ出すんですね。そういうね、インジケーターなんですね。一目均衡表ってのは最高ですよ。RSI の一目均衡表っていうのはね。なかなか変わりますね。
またまだ分析時間かかりますね、これね。まだ112回しかないんだよね。
30万かかっちゃう。自分で作れば300円。少し増えていいですね。今のところですね。
しい。